平野翔が自腹で、盆の MV 制作費の驚きの真相とは、タッキー社長の大盤振る舞い、1億円かけた MV 制作の裏側、それだけファンにとって盆の MV 公開は特別な瞬間だったということです。この MV の制作費がどれほどかかったのか、その背後にはどんな人物や努力があったのかを知ることは、ファンとしての興味を引くだけでなく、 彼らがどれほど真剣に作品に取り組んでいるのかを理解する上でも重要です平野翔、神宮寺勇太ガ勇太の3人が盆の MV に込めたこだわりは一目見ただけで感じられるほどです彼らはただのエンターテイナーではなくクリエイターとしての顔も持っているのですインタビューで将君が語ったように彼が芸能界に残ったのはメンバーと一緒だったからこそであり 一人ではそれほどに、彼らの絆は深いものです。MV 制作に関わる費用は莫大ですが、その一部を平野くん自身が負担しているという話には驚かされます。彼は自分のためにお金を使うことよりも、仲間やファンのために使うことを選ぶのです。これは彼の人間性を象徴するものであり、ファンにとっても感動的な事実です。 お金の使い方に関しても彼は非常に慎重でファンからのスーパーチャットやギフトを受け取ることすら嫌がるほどですこちらがお礼したくてやっているのにという言葉には彼の真心が込められていますまた滝沢社長がナンバーアンダーライン愛の MV 制作に多額の資金を投入しているという話もあります彼の男気あふれる姿勢と作品に対する熱意が伝わってきます 1>, 1億円という金額は新人グループの IMP とは異なり、すでに確立されたナンバーアンダーラインアイにはその価値があると判断されたのでしょう。3人のメンバーが平等に費用を負担しているという事実も、彼らの絆の強さを物語っています。MV の制作に関わる費用には、日当、衣装代、機材、照明、VFX、人形制作費、大道具小道具、場所代、弁当代、 振付師のギャラ、ヘアメイク、スタイリストへのギャラ、監督や助監督へのギャラなど、様々な項目があります。一日を超える撮影には宿泊費も加わりますし、借りる盆栽も高額です。短時間しか映らないダンサーたちも多く、彼らの衣装も全て用意しなければなりません。これら全てが高品質の MV を作り上げるために必要な費用なのです。こうした背景を知ると、 ボンの MV がただの映像作品ではなく多くの人々の努力と情熱の結晶であることがわかりますファンとしてその裏側を見ることができるドキュメンタリーがあればと願うのも自然なことです制作の過程やメンバーの姿勢を知ることでさらに彼らへの愛着が深まるでしょう平野くんがさまざまな面でお金に糸目をつけない姿勢を見せることには感動しつつもファンとしては少し心配になることもあります 無理をしすぎず、長く活動を続けてほしいという願いは、多くのファンが共有するものです。彼が内出の小槌を持っているわけではないので、自分に鞭打ってでも頑張らなければならないと感じることもあるでしょう。しかし、無理をしすぎず、健康第一で活動を続けてほしいというのがファンの正直な気持ちです。3人がそれぞれ事務所を立ち上げて個人事業主として活動しているという事実も、 彼らの独立心と挑戦心を示しています。それぞれが自己資金を投じて活動しているというのは、通常の意味合いとは少し違いますが、それでも大きな負担であることには変わりありません。これが滝沢社長や戸部からの支援ではなく、彼ら自身の努力によるものだと知ると、さらに応援したくなるものです。紙芝居の公団住宅を見に行った動画など、 彼らの日常や制作の裏側を垣間見ることができるコンテンツもファンにとっては貴重ですこうした映像を見ることで彼らがどれほど真剣に取り組んでいるのかその熱意が伝わってきますインスタライブを見るために相対するというのも笑い話かもしれませんがそれだけボンの MV がファンにとって特別な意味を持つものだったということです MV 制作にかかる費用やその裏にある努力を知ることで ファンとしてての視点も変わってきます彼らがどれほど真剣に作品作りに取り組んでいるのかその姿勢を知ることができるとますます応援したくなるものですファンとして彼らの努力に感謝し応援し続けることができるのは本当に幸せなことですさらにこの本の MV を通じて平野紫、神宮寺裕太 岸優太の三人の関係性の深さや絆の強さを再確認することができました。彼らがそれぞれの個性と才能を持ち寄って、一つの作品を作り上げるその姿勢には、感動と尊敬の念を抱かずにはいられません。このような素晴らしい MV を作り上げた彼らに感謝し、これからも応援し続けたいと思います。ファンとしては、これからも彼らの新しい挑戦や作品を楽しみにしながら、 その裏にある努力や熱意をしっかりと受け止めていいいきたいと思いますそして彼らが無理をせず健康でいられるよう温かく見守り続けることが大切ですこれからも彼らの活躍を期待し応援の声を届け続けていきましょう彼らの今後の活躍が楽しみであると同時にボンの MV を通じて示された創造性と情熱は エンターテインメントの世界で働く多くの人々にとっての励みとなるでしょう。彼らのような若いアーティストが自分たちの力で新しい作品を生み出し、それを世に送り出す姿勢は、多くの人々に勇気を与えています。彼らが見せてくれた努力と情熱は、私たちにとっても大きなインスピレーションとなり、日々の生活や仕事においても、新しい挑戦に対する勇気を与えてくれます。さらに、平野紫 神宮寺勇太、岸雄太の3人が持つ絆の深さは単なるビジネスパートナーとしての関係を超えています。彼らは互いに支え合い励まし合いながら一つの目標に向かって進んでいます。この姿勢は私たちが日常生活の中で直面する困難や挑戦に対処する際のヒントとなります。彼らのように周りの人々との絆を大切にし共に支え合うことで、 大ききな困難にも立ち向かうことがででるのですまた、ボンの MV 制作に関する裏話を知ることで、エンターテインメント業界の裏側にある複雑さや、多くの人々の努力がどれほど重要であるかを理解することができます。MV の制作には多くの人々が関わり、それぞれが自分の役割を果たしています。監督、助監督、振付師、スタイリスト、ヘアメイク、VFX アーティスト、 ダンサーなど多くのプロフェッショナルが一丸となって一つの作品を作り上げる姿勢は非常に感動的です。これらの裏方の努力があってこそ私たちは素晴らしい作品を楽しむことができるのです。彼らのインスタライブを見ていると平野翔がこっちがお礼したくてやってるのにといったように彼らの活動の背後にはファンへの感謝の気持ちが強く感じられます。 ファンのために最高の作品を届けたいという思いが、彼らのすべての行動の原動力となっています。これこそが、彼らが多くの人々に愛され続ける理由の一つでしょう。彼らのファンに対する真摯な態度と、絶え間ない努力が、多くの人々に感動を与え続けているのです。さらに、滝沢社長の支援と彼の男気あふれる姿勢も、この成功の背後にある重要な要素です。 彼は、若い才能を信じ、彼らに投資することで、エンターテイメント業界全体を活性化させようとしています。このようなリーダーシップは、他の業界においても見習うべきものであり、若い才能が活躍できる場を提供することが、未来の成功につながるのです。最後に、これからの彼らの活躍に期待しつつ、私たちもまた彼らのように、情熱を持って自分たちの道を歩んでいきたいと思います。 彼らの努力と情熱に感謝しつつ、私たち自身も新しい挑戦に向かって進んでいくことが、彼らへの最高の応援となるでしょう。そして、彼らの成功を共に喜び、彼らと共に成長していくことが、私たちファンにとっての最高の幸せです。これからも彼らの活動を見守りながら、彼らのように情熱を持って生きることを誓いましょう。